こんにちは、秋のサムヘルマットマリオマでございます。今回ノープ見てまいりましたので、レビューしていきたいと思います。前半ネタバレなしで語りまして、後半はネタバレありで、話していきたいと思います。今回ノープですね、監督はジョーダン・ピールでございます。今回3作目ですかね。ゲットアウト、アスと続きまして3作目でございますと。この人はね、まあ、ホラーベースの作品で、なんか社会的なメッセージをこう毎回入れ込むという感じがありますよね。まあ、1作目はゲットアウトですね。これは、黒人問題を、扱ったものとなっておりまして、で2作目、アス、こちらはね、格差社会ですかね、まあ、そういった社会的な問題を毎回入れ込む監督でございますと。で今回も社会的な、まあ、問題でもあるんですけど、そのテーマですね、そのテーマ反転させて、こうグッとこうなんていうのかなグッとこうね、今回のテーマについては、ネタバレありの方で触れたいなと思います。ネタバレなしで言うと、まあ、グッとこうグッと上がるようになってます、はい、作風的にはね、なんか結構ね隙間を多く残す監督ですね。なんか考察の余地をのうまいこと残しとく、監督だと思います。そうですね、今回も、まあ、随所にちょいちょいあったりしますね。まあ語りすぎないというか、説明をしすぎないのが、とてもうまいなと思いますね。うん、これやっぱね好きな、面白い監督です。はい、面白い監督だし、ノープもめちゃめちゃ面白いです。っていうかね、ノープもう下手したら今年ベスト級に面白い作品ですね。まあほんと今年ぶっちぎりはトップガンなんですけど、僕の中でね、なんですけど、その今年見た映画の中で5本の指に入る、作品かなと思ってます。かなり面白かったですね。で、撮影監督ホイテバン・ホイテマです。ハリウッド第一線の撮影監督ですね。裏切りのサーカス、インターステラー、スペクター、ダンケルク、テネット。まあ、っていう感じで、ノーラン作品がね、結構多いなという感じですね。テネットのあの、わけわかんないあの、逆再生の、あの、高速のシーンとかね、まあ、印象に残るカットが結構多いですね。インターステラーとかもね、あの、マット・デイモンとの格闘のあの、めちゃめちゃ荒野みたいなとことかありましたね。なんか、毎回こう、印象に残るカットが、あるなぁと思います。この監督、この撮影監督ね、今回特にすげえなと思った撮影はね、序盤から中盤によく出てくる夜の牧場のシーン。ここね、牧場というか、まあ荒野なんで、なんでしょう、まあ周りに物がないと、建物がない、だもうだだっ広い空間なんで、照明がねなかなか仕込みづらいという状況ですね。で上から月明かりだけがあるという絵が、まあまあちょいちょい出てくるんですけど、まあこれどうやって照明仕込んでんだろうなっていうのはちょっとわからないですまあ昔はあの日中ですね、正午ぐらいのちょうど日がてっぺんに来てる時間に撮影して、からこれでね暗くしてうまいことこうやってたそうなんですけど、それを試してみてあんまうまくいかなかったという話で、まあ自分たちでこう試行錯誤して撮影に行き着いたという、そうですね、見物ですね。注目して見ていただけたらいいかなと思います。まあそんなところですね、はい。まあここからはネタバレありで話していきたいと思います。まあ、最初猿、ゴーディーですね。ゴーディーの3時のシーンがあって、まあもうむちゃくちゃ捕まれますというところですね。で、あの父親ですね。主人公の父親のシーン。あの掴み、うまいですね。とてもね。しかも、ちゃんと後半で生きてくるというところですね。かなり上手です。はい。本当に細かいところを見ても、もう上手です。はい。もう何が起こったのか観客もわからないっていうところですね。馬に鍵が刺さってたりしてね。はい、もうさすがですね。あの主人公ですね。主人公が、撮影現場に行きますね。なんか、話せよみたいな感じで結構プレッシャーかけられるんですけど、まあ、PV の現場とかね、まあ、ライブの現場もそうなんですけど、もう、あのぐらいのプレッシャーをね、かけてきます。主人公目線で、カメラクルーとか見えるカットがあったんですけど、マジであんな感じでね、結構ね、感じ悪いです、皆さんね。照明さんだったり、カメラマンだったりと、もうみんな職人さんなんで、かなり気質が、荒いです。はい。なんで、あのぐらいのプレッシャー、かなりリアリティがある、プレッシャーのかかって
てる絵ですね。昔を思い出して胃が痛くなりました、ちょっとだけ。はい、今回ね、かなりね、連続写真のやつ、あれね、世界で最初の動画って言われてるあの連続写真ですね、あれがかなりキーになってきてましたね。かなりね、学校入って最初にね、あれ習うんですよね。ちょっと懐かしかったっすね。うわ、連続写真だと思ってね、懐かしかったですね。あの連続写真の今の現代への伝わり方みたいなところが、この映画の根本みたいなところがかなり絡んでるっていうね、象徴的なものとして使われてますね。奇襲の人の名前は知られていないというところでね、かなり、今作のテーマに、深く関わってくる、モチーフとして使われておりました。あのフライズの店員ですね、エンジェルね、あいつかなりいいですねめちゃめちゃ面白かったです。あいつのなんかやる気あんだかないんだかよくわかんない感じね、よかったです。夜の店内でのあのミスリードのシーンとかね、ってなってこうカメラが動いたら、同僚がいるっていう、あのミスリードのためだけに用意されたシーンあのいいですねめっちゃ笑っちゃいましたね、あそこは。あと雲ですね、雲、あの動いてない雲があると、斬新な設定ですね、面白かったです。あとゴーディジューブ視点で迫ってくるゴーディがちょっと怖すぎますね。あれ、こっちが思ってる以上に近づいてくるっていうところがすげー怖かったです。とあのシーンにはなんかいろいろその後の展開にも絡んでくるものがあるなと思ってまして、まず靴ですね、靴、最悪の奇跡というか最悪の中にある一個のよくわかんないものというか奇跡みたいなもので、あの立ってる靴が出てくるんですけど、あれね、ジュープはあれをあの靴を見てたことによってゴーディと目を合わせなかったと、はい、目を合わせなかったから、襲われなかったんじゃないかというね、そういうことなんじゃないかというところですね。はい、まあそれもあるのと、あと今回のノープのテーマにも関わってくると思うんですけど、ジュープがアジア人だっていうところ、これも関わってきてると思いますね、襲われなかった理由としてね。アジア人って結構、まあ昔ね、欧米ではイエローモンキーなんつって、結構揶揄というかね、バカにされてた、歴史がありますけども、そのメタファーとしてあそこのジュープがあるんだと思います。はい、だ仲間だと思われてるというところで襲えなかったっていうのと、目を合わせなかったから襲えなかったっていう2つの今後の展開というか、テーマにも関わってくるし、展開にも関わってくる、まあ、重要なあのチャプターだったんじゃないかと思っております。そしてあの経験があったから勘違いしてしまったジュープが、飲まれてしまうと、あそこで獰猛な、動物を飼いならせるじゃないかと、自分が飼いならせるんじゃないかと、思ってしまった経験があるからこそ、あの UFO もね、飼いならして見せ物にできるんじゃないかと、思ってしまったのが、死につながったんではないかというところですね。あと、そう、今回のテーマは見せ物っていうところがあると思うんですけど、まあ見せ物、利用されるものみたいなところですね。まあ、主人公に関してはもうあの調教師っていうところですね。調教師が指示の発達だったり、まあ、馬自体を映画で使わなくなってしまったっていうところで、もう用済みになってきてる、もう利用され尽くした、っていうところと、子役ですね、子役、ジュープが子役やってたっていうところで、子役はもう子役として可愛い時期が過ぎたらもう使われなくなってしまうと、もう利用され尽くしたものとしての共通点がありますというところですね。で、あと馬というか動物ですね、動物もまあ、見てくださいよ皆さん、まあ、ああいうことですよ、まあ、数字が取れますよ、動物が出てたら、見せ物として利用されるというところで、また動物とも共通点があるというところですね。で、UFO ですね、UFO。まあ、主人公たちが撮影して、まあ、いろんな、まあ、局だったり、出版社だったり高く売ろうとして、見せ物として利用しようとするというところで、この、利用しようとするもの、見せ物っていうテーマがありますね、この映画には。で、まあ、ここからはちょっと考察になってくるんですけど、で、チャプター分けですね。チャプター分け何なんだって考えたんですけど、見せ物、利用されるものの、名前がそこにあると思っております。はい、まあ序盤は調教している馬ですね、馬の名前が出てくるんですけど、あの UFO の餌として利用されるものですね。で、次ゴーディが来ますね。ゴーディ、あのテレビ、シットコムだっけ、テレビに消費されるもの
として、あそこに出てきます。で最後、じいちゃんですね、じいちゃん主人公たちに、まあ、利用されようと、見せ物にされようとしているものとして、そういった共通点があるかなと思ってます。チャプター分け、あの UFO ですよ。 UFO がラッキーだけ生き残ってて、主人公が来ると。で UFO がこう最初遠くにいるんですけど、むちゃくちゃ近くに来ると。あの予想外の動き、あの動物的なあの予想外の動きがね、むちゃくちゃ怖い。あのあんな来ると思わないですからね。だからそのおごりですよね。そのおごりがありますよね。はい。そんな、そういうことなのかなって思います。その視聴者、ここは安全だと思ってる視聴者に、もう見せ物じゃねえつってこう来るんですよね。めちゃめちゃ怖いです。ゴーディと、UFO、むちゃくちゃ怖かったです。でそれはね、主人公たちも共通してますね。俺たちは見せ物じゃねえんだと、戦うと、そして勝利するっていうところで、さらに UFO につけられる名前がジージャンっていうところですね。あのそこで名前つけたことによって、もう妹が倒すしかないっていう、その後のお膳立てになってるというかね、あそこはたまらないなと思いました。あの後の展開もね、後半の方がかなりこうツイストがかかって、こう逆襲の話になっていくっていうところがね、すごくこう熱くなるものがありましたね。ジョーダン・ピールの映画で初めてこう熱くなったなと思いましたね。であともう一個考えたいのが、死ぬ人間と死なない人間がね、こう明確にこうルール付けされてるような気がするんですよね、僕は。まあ目を見ないっていうところもあると思うんですけど、まあ主人公とあの妹、あの二人が、なぜ死ななかったのかっていうところは、やっぱその、なんでしょう、動物として、対峙したっていうところなのかなと思います。他の奴らはね、結構その、見せ物として利用しようとした奴が死んでってるっていうところですね。ジュープはショーの、ネタとして使おうとしたから死んだと。で、あと、ホルストだっけ、あいつ、カメラマンですね、カメラマン。あいつも、見せ物として撮影しようとしてるっていうところで、殺される対象になったというところがあると思います。あ、ちなみに、手回しのやつね、あれもまた、なんでしょう、ランボーみたいなね、機関銃を撃ってるようにも見えるなぁと、ちょっと思ったりしましたね。で、エンジェル。エンジェルはなぜ死ななかったのかというと、見せ物として利用するのを途中でやめたと。最後に座れる時ですね。あそこで自分が生き残るための行動をしたから生き残れたんじゃないかと。みんな結構見上げてね、ただただ見上げて吸い込まれて死んでってるっていうところで、まあちゃんと行動できた人間は生き残ってるっていうところですね。そもそも UFO をだと思ってたら、 UFO 自体が宇宙人だったみたいな、あ、これおもろすぎますね。いや、すげえ、これはかなり、いや、頭ひねったなと思いましたね、これね。なんなら初めてUFO の中身が見えるシーン、ちょっとうわ中見してくれんだと思って、めちゃめちゃニヤニヤしちゃいました。どんどんこう座れていく、なんか昔の映画みたいでね、いいですね。あそこもね、発想の転換ですね。これはびっくりです。面白かったです。あと宇宙人の造形ね、もう完全に使徒あれ使徒ですよね、完全にね。エヴァ見てんのかな、どうなんすかね、どう思います、エヴァ見てるかな。なんかね、話の余白の残し方とかね、ちょっとエヴァっぽいんですよね。まさかなって感じなんですけど、でもバイクのさ、止め方、アキラのね、金田バイクの止まり方してたんで、ちょっとどうなんでしょうね、エヴァ見てるんすかね、どうなんでしょうね、ちょっと気になりますね。はい、今回そんなところですね。余談なんですけど、中盤ぐらいでね、エンジェルの家に、兄弟二人が行くんですけど、そこでね、妹の T シャツがね、ジーザスリザードになってて、ジーザスリザードって90年代の、アメリカのオルタナ、ポストハードコア、なんでしょう、グランジみたいな、ジャンク系のね、バンドなんですけど、めちゃめちゃかっこいいんで、聞いてほしいですね。っていうのと、で、お兄ちゃんがね、レイジャーゲンストザマシーンのね、T シャツ着てたんですよ。はい。ミクスチャーですね、アメリカのね。ヒップホップ、ハードロック、好きな人はもうぜひ聞いてくださいという感じなんですけど、なんで急にこう、オルタナのバンド2個も出てきたと思ったんですけど、このパンフレットね、
パンフレット見たら、ジョーダン・ピールがね、ブラックフラッグの T シャツ着てたんですよ。ブラックフラッグっていうのがまた、まあ、ハードコアパンクか、のバンドです、アメリカの。ハードコアパンクも金字塔みたいなバンドですね。そのバンドの T シャツ着ておりました。ジョーダン・ピール、オルタナ好きなんだ、あ、ロック好きなんだ、オルタナティブロック好きなんだっていうのがちょっと、見えてね、すごく親近感が湧きました。めちゃめちゃどうでもいい話でした。まあ見た方よければね、コメントいただけたらと思います。高評価、チャンネル登録もよければお願いいたします。それではまたお願いします。